角田裕ユ AT04-04-22 号車スプリントシュートアウトベストラップ SQ11 分36秒94519番手スプリントレース順位14位 SQ1 ではラインを通過する直前にチェッカーフラッグがあったため2回目のプッシュラップができませんでした SQ2 進出のチャンスが失われましたのでイライラしました私たちの車の感触はよく ポテンシャルは十分にありましたので残念です。今日のスプリントレースのペースはよく何台かの車を追い抜いて楽しみました。最も重要なことは私たちは長期的なペースについて多くのことを学び多くの成果を上げたことです。明日に備えて情報を準備する必要があるため今夜はパッケージの微調整について話し合います。レースではトップ10入りを目指してスタートしていきますがこのペースを明日も続ければ。 ポイント獲得の可能性はあるでしょう。